リッチモンド公爵は、イングランド貴族の公爵位。4回創設されており、現存する第4期のリッチモンド公爵位は、イングランド王チャールズ2世の被着室し、チャールズ・レノックスが1675年に除されたのに、始まり、以降その子孫のレノックス家によって、代々世襲されている。同家は、スコットランド貴族爵位レノックス公爵、連合王国貴族合同公爵、 フランス貴族爵位 OB 入イ公爵を合わせ持っている。法定推定相続人は、従属爵位の一つ、マーチ伯爵を儀礼称号として称する。リッチモンド公爵位は4回創設されている。いずれもイングランド貴族の爵位である。現存するのは、第4期のリッチモンド公爵くらいである。1525年に、ヘンリー・パッセイの被着室主ヘンリー・フィッツロイが、 サマセット公爵区位やノッティンガム伯爵くら位と共に授与されたのが最初の創設だが彼には子供がなかったので1代で耐えている。2期目は第2代レノックス公爵ルドビックス・チュワートが1623年5月17日に授与されたのに始まる。しかし男子後継者を残せなかったためやはり1代で耐えた。一方レノックス公爵区位は ルドビックの弟エスメンに継承されたが、彼は継承後すぐに死去し、その長男であるジェームズが第四代、レノックス公爵位を継承した。このジェームズ2641年8月8日に、リッチモンド公爵位が与えられたのが3期目の創設である。しかし3代目のチャールズを最後に継承者が途絶え、レノックス公爵位をはじめとする他の爵位ともども、消滅した。 グッドウッドハウスをバックに立つ、第9代リッチモンド公爵、フレデリック・ゴードン・デノックス。フランス王ルイ14世が、イングランドの宮廷にスパイとして送り込んだ、ジョカン・ルイーズ・ケルアイユは、イングランド王チャールズ2世のお手つきとなり、その間に飛着室し、チャールズ・レノックスを設けた。このチャールズが1675年8月9日に3歳に、して、リッチモンド公爵に乗されたのが、 現在まで続く4期目のリッチモンド公爵位の創設である。彼は直後の同年9月9日にスコットランド貴族爵位レノックス公爵位も与えられ、またチャールズの母ルイーズも1684年1月にフランス貴族赦威 OB 入イ公爵を与えられたので、レノックス家はリッチモンド公爵位、レノックス公爵位、OB 入イー公爵の3つの公爵位を継承する。 家柄となる。父チャールズ2世から寵愛を受けた初代公爵は経済面でも優遇され、退院産出の石炭の出荷量に応じた終身付加金を受ける権利を与えられ、将来までの財政基盤を確保した。役職面でも種名頭などを与えられていた。晩年にはウェストサセックスグッドウッドに屋敷と所領を構えた。二代公爵チャールズは就職前に 陸軍軍人や庶民委員議員を務めた。爵位継承後は、ジョージ1世とジョージ2世の自重を務めた。また領地に動物園を創設したことでも知られる。三代公爵チャールズは、陸軍元帥まで昇進した軍人であるとともに、貴族委員議員として、議会政治に積極的に参加し、王室費の無駄遣いを追求したり、 選挙法改正による選挙権の拡大や選挙権を18歳に引き下げる改革を熱心に訴えたが、こうした主張は当時は過激思想とみなされていたので、社会主義者と呼ばれて、政界で意味嫌われたという。政界以外の活動では1801年にグッドウッド競馬場を創設している。四代公爵チャールズも陸軍軍人として活躍しながら、リート通り党の議員として、 議会で活躍した。1789年の摂政崩壊性問題の際には摂政の権限を制限すべきことを訴えて、国王常時三世の次男である、ヨークコーフレデリックと対立を深めて、決闘に及んでいる。その後、1818 18年に英国領北アメリカ総督になっているが、その翌年にセントローレンス川で狂犬病の狐に噛まれて、 強水病となり病死している。5代公爵チャールズも就職前には陸軍軍人を務め、爵位継承後には保育党の議員として政界で活躍し、1830年から1834年の保育党政権で郵政長官を務めている。また競馬では就職前の1812年にグッドウッドカップの創設を主導した。 五代公爵の母シャーロットはゴードン公爵ゴードン家の出身であるが1836年にゴードン公爵家が後継ぎなく炊いた際に彼女が唯一の相続人となりこれによってゴードン家の財産はレノックス家によって受け継がれることになったこれを機にレノックス家はゴードン・レノックス家と改正している六代公爵チャールズは保守党の貴族院院内総務を務め スーミツイン議長等の閣僚職を歴任した、ビクトリア女王のお気に入りの貴族であり、1876年には、祖母の実家の爵位ゴードン公爵位を改めて与えられた。これによって、ゴードン・レノックス家は、リッチモンド公爵くらい、レノックス公爵くらい、ゴードン公爵、OB ・ニュイ公爵の4つの公爵位を持つ、唯一の家柄となった。彼の代には、 その所有地は28万エーカーにも及んでいたという。7代公爵チャールズと8代公爵チャールズの相次ぐ死で相続税、財産税構成の直撃を被り、9代公爵フレデリックは家計の建て直しに苦労した。この際にスコットランドフォッシャバー,アーツのゴードン城やその周辺の土地、スコットランドバンフシャーの土地などを売却している。地主業だけに頼る。 貴族的生活に見切りをつけて、グッドウッド辞書会社を創設して、家具製造、競馬場、住宅建設など幅広く、事業を手掛けた。10代公爵は、9代公爵の長男チャールズである。現在の当主はその長男チャールズであり、グッドウッドフェスティバル・オブ・スピードの創設者として知られる。現在の当主である、第11代リッチモンド公爵チャールズは、以下の爵位を保有している。 皇帝推定相続人は、現当種の長男マーチキンラーラ伯爵、チャールズ・ゴードン・レノックス・リッチ・モンド公爵中ー,ー家、スチュワート家、レノックス家。ありがとうございます。